ありがとうございます。ラーメンは豚骨ラーメン食べました。初日よかったぜ、ありがとうございます。そう、ラーメンってめっちゃ求めましたないですか。ラーメン、あ、ラーメン食べたのとめっちゃ寝たんですよ、初日の日終わった後に。それで多分めっちゃ目が張りました。あの朝みおちと会ったんですけど、みおちにもわたるぐらい腫れてました。こんばんは。あ、寝すぎもあります。そうです、言うの忘れてました。ラーメンと寝すぎで目めっちゃ腫れました。替え玉いっぱいしました。初日見に行ってお見送りですけど、喜んでくれて可愛かった、ありがとうございます。スケッチブックもね、初日本当に嬉しかったです。こんばんは。初日は楽しめました。初日はね、あのほんまにあっという間に終わりましたね。あの私多分初日の前ぐらいの配信の時にMC と早着替えとか心配してたんですけど、早着替えはやっぱ一番遅かったです慣れてないっていうのもあると思うんですけど、もうめちゃめちゃあのランナーズハイの早着替えが一番焦りました。うわーって塩分と水分むくみます。私めっちゃむくみやすい体質なんで、すぐむくむんですよ、寝すぎと塩分と水分で。こんばんは。そう、初日の日は1週間全部が月曜日だったらいいのにの、あのサビバネの動線をミスってしまいました。本当に大反省です。私あのずっとトイタイのその間にはとかメドレーとかの復習をずっとしててまさか初っ端で動線ミスっちゃうとはって思いました。本当にすいません、気をつけます。本当に外はちょっと待って後ろ下がるんですよ、めっちゃもうスピードで後ろ下がっちゃった、本当にごめんなさい。やばい、コンタクト目パサパサになってきた塩分めっちゃむくみやすいよ、むくみますよ。初日行ってよ、初日おめでとうボード持って行った。なんかいつもよりすごい、私以外のファンの方もすごいスケッチブックに初日おめでとうみたいに書いてくださってて、めっちゃ嬉しかったです、ありがとうございます。最初緊張してました。でも後半ブロックめっちゃ多分緊張解けてきました。太陽らへんからめっちゃシンプルに楽しめてました。初日めっちゃ撮ってありがとうございます。だんだん表情が和らいで笑顔が素敵だった、ありがとうございます。でも DMM 配信見たんですけど、私ずっとダイエットするみたいに言ってたじゃないですか。で結局元の体重に戻ったんですけど、 DMM 配信見たら笑ったパワーの笑顔がちょっとパンパンじゃなかったですか、パワーちょっと焦りました。こんばんは。そう、ラーメンと睡眠はマジ危険14日のゆるプラン入ってましたが、初さくらちゃん可愛すぎて辛そうになりました。嘘、ありがとう、ありがとうございます。本当に昼ゆるプランさめっちゃファンやったんやけど、体力的にめちゃめちゃ楽しかった。そう、なんかブログとかモバメで言ってんねんけど、アンポールがめちゃめちゃ大好きで、アンポール前の早着替えはちょっと大変なんですけどアンポールほんまに楽しいんです。あのだってだってだってとかね、すごい好きな曲なんでめっちゃできて嬉しいです。そう、ジオンさんとぶつかっちゃいました。そう、アキラ先生には怒られちゃいました。同性は死んでも守らないとダメなんで。そう、私の初日の日、ダンサーさんって日替わりに日によって違うんですけど、私の初日の日アキラ先生が担当やって、普段私が見学に行く人とアキラ先生全然当たんないのに、私の初日の日にアキラ先生やって担当は、別に多分あのめっちゃ緊張しましたね。始まる前にどうや初日みたいな聞かれてそんであのもう私本当語彙力ないんで、
言いたいこといっぱいあったんですけど、練習は頑張りましたみたいに言ったら、頑張るのは当たり前やみたいに言われて、ちょっと汗みたいな、あきら先生やっぱすげえみたいな思いました。2回目の公演の時にもその時の動線意識してたよね。はい、もうそれはもう次やったらもうやばいんで1週間はサビの動線で考えてました。そう、動線は死んでも守らないとダメです。途中からエヴァはめちゃくちゃ自然だったよ。あ、なんか私のなんかアバターみたいなの出てるんですか、私の。ちょっと本当にその辺全然わかんなくて、あ、なんかプレゼントありがとうございます、すごい。クマさんとかね、いっぱいある、ありがとう。やばい、めっちゃ目パサパサになってきた、コンタクト。うちわ見せたらさくらちゃんに手を合わされました。これはありがとうっていうポーズです。さくらちゃんの生パフォーマンス入ってみたいな、ぜひお願いします。どうやって踊られる、あの公演終わった後の反省会で踊られました、本当にすいません。どうせミシルと出演させてもらえなくなるからね。そうなんや。でも一応14日はちょっと出演させてもらいました。昼より公演は体力はなんか思ってたより全然大丈夫でした。間が空くからね。こんばんは、初見です、ありがとうございます。なんか何言おうとしたっけな。そう、最初の何倍のタイプ宣言公演は最初の3曲はめっちゃしんどいです。体力的に楽しいんですけど、ごめんね好きになっちゃってとか、めっちゃ好きなんですけど、あのリズム感とかめっちゃしんどいです。一番しんどいかもしれないです。こんばんは。初訪問さん、ありがとうございます。そう、弥生ともちょっと当たっちゃいました、ごめんねの時に。その時にですよね、あれはでもどっちもの責任って感じでした。アバターなんと当たって、そうなんや、なんとあんねんな、そんなアバター。松作お弁当2個目狙ってる。え、でもめっちゃ最近は頑張って抑えてますよ。もう痩せないとダメなんで、 DMM はね全てを映し出すんで顔ちょっとパンパンでびっくりしました。笑った子はやばいみたいな思って。初訪問ありがとうございます。アバターにとゲットしてよ。どうやってゲットするんそれ。23日に当たれば北陸から見に行きます、ありがとう。本当に遠い場所から。あ、そう、みんなにね言いたいことがあるんですよ私がこんなにニヤけてる理由なんだと思いますか。ちょっとすいません、コメント全然追いつけてない、ちょっとごめんなさい、見ますね。あ、ショーマン見に行きたいですけど、ミニプーティーは今のところないですね。そう、あのアンダーで練習に参加させていただいて、めちゃめちゃ新喜劇の方もすごいいい方です。なんか8期生何人かアンダーとして行ったんですけど、もう見た目で新人って分かるじゃないですか。新人って分かるのに、もう私たちにもすごい丁寧な対応してくださっていて、めちゃめちゃ優しかったです。新喜劇の人もめっちゃ下からすごいお手、なんかすごい丁寧な感じでした。すごい面白かったです。あのめっちゃ笑いも起きてて、やればあるよ、やればやばい、トーパンパンやエヴァ可愛かったよ、昼公演よかった。昼公演がね一番
ちょっとむくんでたと思うんですけど大丈夫でしたかね。こんばんは。14日の夜公演はなんで吐きたかというと靴紐が取れちゃいました。でそのユリイとアトラだってだっての間にでめっちゃ吐きれるめっちゃいい感じのタイミングで吐きれる場所を見つけたんですよ。ユリイとアトラだってだってで上手の端に行くんでその流れで吐きようと思ったらカーテンの開く場所がちょっと見つからなくて5秒ぐらいカーテンバーってってはぁーみたいなちょっと台無しにしちゃって本当に何してるんやろって思いました。本当にごめんなさい。あ、そうそうそう、なんでニヤ着てるかですよね。そう言いたいことがあるんです。待ってくださいね。え、アンダーメンバーも名前載ってたよパンフレットに。嘘、私の名前載ってたんですか。嬉しい、めっちゃ。そう、私はなんでニヤ着てるかと言いますと、あのね、初日の日にね、終わったら劇場のスタッフさんに声をかけられて、そしたらなんかあのワタポンさんがさくらちゃんに初日おめでとうって伝えといてって言ってたよっていうのを言ってくださっていて、そう初日の日にワタポンさんと会ってないんですけどスタッフさんに伝えてくれてたみたいで、初日おめでとうっていうの、え、やばくないですか、シンプルにどうしようっていう。でそのそっからまだワタポンさんと会ってないんですけど、会ったら絶対にしゃべりに行こうと思ってます。え、めっちゃ嬉しいんですけどどうしようみたいな。え、名前載ってたんや、ショーマンのパンフレットに。すげえ。ショーマンの時はシンシンさんの代わりをやらせてもらってました。よかったね、ありがとう。え、嬉しい、ほんまに嬉しい。やばくない、みんな羨ましいすげえよな、めちゃめちゃ嬉しい。え、初日っていうのを知ってくださってたんかな、わからへんけどめっちゃ嬉しい。どうしようう嬉しい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 。初日以来の公演、初日以来の公演のさくらちゃんみたいな来週、そう22日と23日も出るんで、23日はリサの初日です。一緒に出れます。嬉しい、羨ましい、おめでたいね、ほんまに嬉しい、マジで。どうしよう本当に嬉しいですよ。最近ちょっとずつね先輩と喋れるようになってきたとなと思います。あのアイパさんにも、そう MC でも言ったんですけど、アイパさんに私さくらって呼び捨てしてもらえたんですよ。あの初日の日になんかそのステージ上で本番前にリハーサルをやるってなった時に、私初日だったんで私のリクエストを答えてくださったみたいで、アイトさんに急に「さくらなんかやりたい曲ある?」みたいに言われて「え、今さくらって言った?」みたいな、内心めちゃめちゃ嬉しくて。アイトさんはあんまり後輩になんか自分から行くタイプの先輩じゃないと思うんで、めちゃめちゃ嬉しかったです。本当にめっちゃ可愛い。先輩にはでも愛斗さん以外には大体松尺って言われてます松尺エビでもさくらちゃんより松尺の方がめっちゃ嬉しいです。初訪問ありがとうございます。千人の皆さんありがとうございます。呼び捨て嬉しいよ、やっぱり。 NNB 入って一番芸能人オーラあったメンバーさんは山本美斗奈さんです。すっぴんでもめちゃくちゃ綺麗です。本当にビビります、ほんまに美しいです。そう、松里定着してきた、めっちゃサプパンは全然先輩には浸透してないです。8期生は
シャトタンとかシャトパンって最近呼んでくれます。めっちゃ嬉しい。私みさきちゃんのファンなんでね、普通に嬉しいよ。みかなさんとは全然お話できてないです。加入前のあだ名は友達にはマチュ、マチオタって言われてました。あ、サブパンとも言われてました。そう、ファンの人たらね、何でもいいですよ本当に。松里でも全然いいんです。でも松里は呼びやすいですとね、皆さん。全然松里で OK です。初訪問さん、ありがとうございます。今日のさくらちゃんの目、なんだとサイトとあります。嘘、二重幅広いやんね、やっぱり。でもだいぶ腫れが収まってきたんやけど、やっぱラーメン食べて寝すぎた日からもう目が落としてなってきて、やっぱ普通の目に戻らへんなみたいな。そう、初日の日もうみよちと遊びに行った。あ、そう、あのまだ行ってないんやけど行きます。近々京都行きたいねって話をしてて、みよちに案内してもらおうと思います。そう、ごめんなさい、今日は初日について話そうと思ってて。そうですね、初日はまずあのナンバトル2からポジションが変わったんですよ。ゆきののポジションだったんですけど、ゆなさんのポジションに入らせてもらって、そのポジション、そのユキノ、最初はユキノのポジションだったんですけど、もうユキノのポジション暗記するのにめっちゃ時間かかって、ポジション覚えるのがとにかくもうやばかったんですけど、ユナさんポジって新しく言われてから1週間ぐらいでポジション覚えれるようになって、ちょっと成長を感じました。本当に、ねトイタイのその間にはのダンスをめちゃくちゃ頑張りました。本当に割とあの悪目立ちはしてないと思ってます、自分では。なんとやっとした。そう、ダンスの先生とかマネージャーさんとかにめっちゃ頑張ってやってきたよなっていうのが伝わったって言ってもらえて、めちゃくちゃ嬉しかったです本当に。初日のタネトさんの TikTok はほんまにタネトさんが撮ってるの。うん、タネトさんやで。あれなんで一番苦労したのはやっぱ問いたいのその間にはです。めちゃくちゃ2歳目だ、めちゃくちゃ難しい。なんかこの時の体重のかけ具合みたいな。めっちゃ難しくて、雪乃に何回も見てもらいました。もううざいぐらい雪乃に届かけましたよ。ランナーズハイも見てもらったし、あ、ゆなさんとポンが一緒に出ますよ。ポン園22と23は多分ゆなさんと一緒に出るんで、ぜひ見てください。こんばんは。どのラーメンが一番目張れるか食べて試してみない。え、もう豚炎ある出るまではもう食べません、ラーメンは。もうめっちゃ渡りました、腫れちゃうっていうのは。土曜日に2公演とも入ったけど歌ってよ。ありがとうございます。初日よりもでも昼より公演の時はちょっと余裕出てました。表情とかね頑張りました。そのバージンラブとか問いたいのその間にはとからへんの表情が苦手なんで、でも自分的にはちょっとクールな表情したつもりだったんですけど、できてましたかね。問いたい、いい表情しててよかった。
恋と愛のその間にはの表情が好きだった。嬉しい、よかった。松里ってステージ映えするよね。え、本当ですか？めっちゃ踊ってる時楽しいんですけど、なんか私あの 歌いながら踊るってなった時の表情がなんとちょっとあんまり良くないなと思ってます。ハチキの中では桜をしてます、マイティさんのお宅です。あ、そうなんや、嬉しい。全然あのまあ単押しは一番嬉しいですけど、 DD 承認派なんで全然ありがとうございます。初訪問さんいっぱい嬉しいです。恋と愛のダンスはあきら先生の振り付けじゃないですね。そう、ダンスの先生に褒められたのは嬉しかったです。でもあきら先生ではないです、決して一度あきら先生にね褒めてもらえるように頑張ります。MC の時はめっちゃ緊張しましたよ。 MC 私3つとも出てたんでね劇場に住んでるって本当それなんとよくカレンさん、原カレンさんも言われてますよね。いや住んでるってわけではないですけど、よくでも言ってます。心配性なんですごい、もうはい。初日は自分的にはその大きなミスが月曜日の動線とごめんねのちょっと指と当たっちゃったミスぐらいで、あとはそんなになかったかなと思うので70点ぐらいです。瀬戸里奈の中で一番好きなのはだってだってだってと、でもごめんねもな結構好きやねん私。めっちゃあのリズム感とかめっちゃ好きやったらその2つかもしれないです。そうポイタイのそう2番の2サビ前あやぴょんとポーズしてるんやけど、あんなに見つめちゃったらさちょっとにやけてまうんですよにでもなんとポイタイの世界観でにやけたらダメやなと思って必死に対応するんですけど、やっぱ同期のこと見つめ合ったらやっぱ嬉しくてちょっと笑っちゃいます。笑っちゃうって言うとにやけちゃいますねの表情が良かったね。ありがとうございます。ちょっとね余裕が出てきたとなって思います。緊張が解けて。こんばんは。やばい、コンタクトがパサパサのちょっと。先週の夜公演解いたいので星持ったままなったのドキドキした。星そうストアーズね解いたいの時にあのやばいストアーズ落ちもうちょいで落ちると思ってもう最後の方ストアーズ持って踊ってました。本当にそれもマジで申し訳ないです。もうセットアップはぶち壊しですよね。本当にもうありえないミスをしてしまいました。そうめっちゃ汗かきなんですよ私。もう最初の3曲でもう汗びっちゃびちゃマトチは単押し強要してきます。いやそれやっぱ単押しはいいですよ。単押しはいいですけど、でもね嬉しいです普通に押してくれてるだけで。でもやっぱ単押しはいいですよ。やっぱ単押しはいいけど、そうグミの話ちょっと受けて嬉しかったです。グミ3000円分もらいましたよ。ハフフンハフフンっていうグミをね、あの普段は何円ぐらいやろ、あれ300円ぐらいやったっけな。一つ普段あんまり買わへんから友達が3000円分ぐらいくれました
アマプラの2番、宮下の絡み可愛すぎてニヤニヤした。そう、宮下とね、こんなすぐに一緒に出れると思ってなかったんでめっちゃ嬉しかったです。アマプラの2番、宮下とね、仲がいい夫婦一緒にしてるんで。あの DMM のアーカイブとかで見ていただけたら嬉しいなと思います。あきら先生にリンゴソースもらったことある？何ですかそれ。あきら先生もね、まだ緊張します、喋るとき。なんか普通に涙目になります、緊張しすぎて。あきら先生に関しては。少しずつ応援させていただきます。ありがとうございます、嬉しい。初訪問いっぱいありがとうございます。ごめんね、めちゃくちゃ楽しい、ほんまに楽しい楽しい。あのリズム感めっちゃ好き。あと私的なポイントなんですけど、このこれをね、これは筋肉芸やと思ってます。めちゃめちゃめっちゃめっちゃ鳴らしてます。8期で一番美人だと思うの誰やろ。え、美人と可愛いはちゃうんとな。私の8期の一番のタイプの子はサトタンです。一番苦手な曲なんやろ。でもごめんねのクラブステップとはやっぱりちょっと怪しいかなって思います。初訪問ありがとうございます。サトパンの TikTok 上がってた。あ、そうなんや、撮ってもらった。そういや、ぜひ見てください。今上がったんとな、またなんけど、ぜひ。元オタクはファンの気持ちが分かるもんですか？え、めっちゃ分かります。オタクの私からしたら認知がやっぱ一番嬉しいですね。握手会とかで来たら、あーみたいな反応してくれるのがめっちゃ嬉しいです。DD 承認派のところに甘えていいですか？楽しはいいけどな、楽しはいいけど、うん、楽しはいいよやっぱり。でも「ハリボーのタイヤ味のグミ食べたことある？」え、ないです。そんな、なんか冒険しようと思わないです、グミ。ちょっとやばい、目がパサパサになってきた。楽しみさせる一言ちょうだい、私だけ見てください。恥ずかしい。こんばんは。あ、グミ食べる配信いつかしてみたいな。あり、めっちゃ需要あんのかな。でもこの辺でさくらちゃんの筋肉めっちゃ見えた。見えるもんなんや、やっぱり筋肉にね、注目してください。さくらちゃんが N 登園をまたいだ時の腹筋を楽しみにしています。そう、腹筋めっちゃ期待されますね、ファンの皆さんに。でも太ったら腹筋の線が薄れていっちゃうので、マジで痩せないとダメですね。
初訪問さんありがとうございます。1700人さんありがとうございます。楽し頑張ります。スドロップ面白かったです。スドロップね、懐かしい。本当にスドロップで勝ち取ったね、グッドスプーン。そう、グッドスプーンのねメニューも出ましたよね。私はなんととろりチーズのチョアチキンとフルーツたっぷりボロボロミックスジュースです。皆さんぜひ食べに来てください。そう、目薬ちょっとあっちなんで。そう、あの飛行機部門もめっちゃ楽しいです。めっちゃアイパさんと目が合って嬉しい。かわいいアイパさん。さすがにチアの時よりは筋肉落ちた。落ちたかもしれないです。チアの時は本当にずっとペットボトルを持って筋トレしてたんで、腕の筋肉ムキムキでした。本当にミドスリ誘ったな。どうしよう。でも外出なあかんな。でも そう、ミックスジュースめっちゃ美味しそうやんな。なんかフルーツめっちゃ乗ってた。そう、眠たくないんやけど、コンタクトパサパサやねんけど、あの外出なあかんくて、あの部屋の外映ったらどうしようっていうのをめっちゃ考えてる。3分以内に戻ってくれば大丈夫。ちょっと目薬さしてくれたな。大丈夫かな。行ってきます。本当に皆さん申し訳ないです。ごめんなさい。早すぎおろた。そう、お母さんがね届けてくれました。本当にごめんなさい。やる前に差しときよって話ですよね。本当にごめんなさい。気をつけます。そう、貴重な映像なんで目薬差したところちょっと目に潤いができました。泣いてないですよ皆さん。ちょっともう一発差します。そう、目薬差すとき口開いてます。何の話してましたっけ。そう、グッドスプーンさんですよね。めちゃめちゃ嬉しい。自分とね、食べるのめっちゃ好きなんで、自分のね考えたメニューが商品化するなんてめっちゃ嬉しいです。復活しました。すっきり。
まあ見た人泣いてると思って心配そう、確かに楽しい配信やのに。行くつもりです、ブッドスプーンさん。自分以外のやったら和田美優さんのメロンのスイーツをめっちゃ食べたいです。ちょっと全メニューマジで食べたいです。ちょっと待ってくださいね。ブッドスプーンでさくらちゃんのメニュー食べた時なんてツイートしたらいいですか。松尾さくらでツイートお願いしますえっと0時まで配信する予定です。本当にごめんなさい。目薬最初の方なんかすごい目パサパサの状態で配信してましたよね。本当にごめんなさい。気をつけます。配信する前に目薬はさしときます。本当にごめんなさい。そう、ワタポンさんの麺にも食べたいです。なんかこしあん抹茶ラテみたいなめっちゃ飲みたいです。あの親の携帯でツイッターとか見れるんで、ぜひつぶやいてください。初期生はさくら倒しなので DD 許してください。え、それは全然いいですよ。なんか初期生で DD やったらちょっとなんか嫉妬しちゃうかもです全然いいんですけど、いやでも楽しいですね、やっぱり。目パサパサしすぎて落としになってて、嘘、ほんまにごめんなさい。めっちゃクリアになった。だって朝トラトンタクトしてるからさ、私マンデーなんですけど、そりゃパサパサになりますよね。2100人さんありがとうございます。私はタオシ派でした。タオシ派です。一人の人を好きになるって感じです。初期生でチアしてたとの中ではサプパンだけをします。え、初期生でチアしてた、初期生でチアしてたの私だけなんですけど、どういうことでした。そう、メガネはね、そう普段メガネ、いやでもメガネはもうね卒業しました。でも家で特に何もない時は家帰ったらコンタクト外してテレビとか見る時はメガネです。そう、私のちっちゃい時の写真見た人いました？ NNB のトトニだって天使はいる公園に入った時のブログに載せたんですけど、思ったより反響があって嬉しかったです。あの時に入ってたんですよ、実は私。私だけ見てほしいなって言ってみよう。私だけ見てほしいな、めっちゃ棒読み。さくらちゃんに教えしてもいいですか。え、ぜひぜひしてください。こんなんでいいんですか、リエプに。よろしくお願いします。そう、乃木坂さんのバスラにね、西野七瀬さんとか来てたらしいですね。ちょっと見たんですけど、もうエモーみたいな。生駒里奈さんとかも来てらっしゃってね、すごいめっちゃオートですよね。あー見たよって、ありがとう。そう、小学生の時の写真です。なんか時代を感じますよね。なんか手になんかさ土
聞いてたじゃないですか、ゴム。あれなんかめっちゃ流行ってませんでした？私と同年代ぐらいの人とかいれば、なんかあの手のゴムのやつめっちゃ流行ってたんですよ。そう、視力はね、割とね 0.1 とかです。なのでコンタクトないとほんまにやばいですね。小学生の時とかね 1.5 ぐらいあったんですけど、どんどん悪くなっちゃって、でもコンタクトしたのが中3の終わりぐらいで、コンタクト全然入れれなくて、眼科さんでコンタクトの入れる練習をしました。ずっとコンタクト、今となってはもう本当に1枚ぐらいで入るんですけど、めっちゃもう入れるの大変で、もうずっと口開いたままみたいなしてましたね。さくらちゃん、モバメで名前呼んでほしいんです。あ、なんか言われたことあります。ごめんなさい、やってみますね今度。了解です、ごめんなさい。ね、あのゴムめっちゃ懐かしいよね。流行ってた、そうそう流行ってた、流行ってた。モバメはどんな内容でどれくらいの頻度ですか？なんとね、おはようございますの後にちょっと今日のエピソードみたいなはだいたい毎日送ってます。あとはその日によって違うかな。1日1日ですとね、平均したら。ぜひ、メガネサトラも見てみたい。でメガネしたらさ、目ちっちゃくなるじゃないですか、動画入ってたら。なのでちょっと思ってたメガネ姿と違うと思うんですけど、それでもよかったら今度撮ってみます、メガネ。私もコンタクトする前はコンタクト、なんと目になんと手入れんのとか無理やと思ってたんですけど、慣れたらマジで全然大丈夫です。めっちゃスッと入ります。モバメは一昨日から撮り始めました。そうなんよ、ありがとう、ほんまに。モバメね、モバメまだね、高画質できないんですよ。ほんまにどうしよう、一生治らへんかな。ブログはできるんですけど、やり方は撮ってるんですけど、できないんですよ。でチャレンジしたらチャレンジしたで写真ついてないっていうのがいっぱいあったんで、難しいですね。さくらちゃんのモバメ毎日の楽しみです、ありがとうございます。でもやっぱ時差あるんですよ、すごい。おはようと言っても届くのが夕方とか、皆さんからの返信も多分結構時差ありますね。だからめっちゃ確認してるんですけど、あーまだやったまだやったっていうのが結構ありました。8期生で一番顔小さいね、あやぴょんですよ。一番顔小さいのは、私はもうめちゃくちゃ顔パンパンなんです。 DMM 配信でもマジで結構絶望しました。笑ってる時やべえみたいな。マジで痩せますね。サクラじゃなくサクパンって呼べばいいのかな。
私はサクパンって呼んでもらうのが一番嬉しいんですけど、松里ってよく呼ばれてます、ファンの人には。松里でも全然 OK です、嬉しい。今日のおはようメールは5時に来てました。もうおはようちゃうやんそれ。もうこんばんはやんそれは。おもろ、5時はやばいな。そう、雪乃とめっちゃ似てるって言われた公園で。ポニーテールとサイドポニーで背の高さも同じくらいやから。2400人さんありがとうございます。ウィンクしてできてましたね。できてないな多分。できてる、よかった。さくらちゃんって呼ばれるのは好き？うん、好き。仲良くなりたい先輩はゆずはさんです。めっちゃめっちゃフレンドリーな先輩なんですけど、全然話しときに行けないんで話しときに行きたいです。でももちろん一番はワトポンさんです。とりあえず初日おめでとうって言ってくださったのをありがとうございますって言いに行きたいです。2500人さんありがとうございます。初訪問さんいっぱいありがとう。プレゼント、プレゼント、だるまさんとかハートとかありがとうございます。音符、ソフトクリーム、すごいありがとう。そう、ゆずはさんはねグッドスプーン仲間ですし、エモストの出演にも決まってるんでね、取れたらだと思います。仲良くなるには頑張ります。あと4-5分と。スペショタイム、スペショタイムします。久しぶりなんで。やばい、またバサバサなってきた。ファイティングポーズ、目薬ポーズ。ムキムキポーズお願いします。筋肉見えへんけど、ブリッドポーズお願いします。初見です、ありがとうございます。ランキング読みますね。本当に初日をね迎えさせていただいてありがとうございました。なんかもうめちゃくちゃうちわとか久々に直接見て泣きそうになりました。本当にファンのね皆さんとね、モバメで練習頑張ってきたよとか送ったら、すごいいつも応援してくださっていたアプリで頑張ることができました。本当に初日迎えて、もう初日を迎えてね、もう公演の楽しさを知ったので、もっともっと出たいなと思ったので、もっともっと練習頑張りたいなと思います。ファンの人も公演を見て、公演を見てくださったファンの方が私に少しでも興味を持ってもらえたら、もらえるようになったら嬉しいなと思います。ほ
本当にありがとうございました。初日ありがとうございました。本当にランキングで見ます。13位さん、ピオトさん、ありがとうございます。12位ゆうちゃんさん、ありがとうございます。11位山田マッキンさん、ありがとうございます。10位夢に向かってさん、ありがとうございます。9位ハトちゃんさん、ありがとうございます。8位キーちゃんさん、ありがとうございます。7位テルビリースアットマイティームさん、ありがとうございます。6位チプワドーナツムサちゃんさん、ありがとうございます。5位しんのすけさん、ありがとうございます。4位まっちゃんさん、ありがとうございます。3位ニツミーさん、ありがとうございます。2位キネアット初日お疲れ様さん、ありがとうございます。こちらこそ。1位 YK さん、ありがとうございます。本当に皆さんありがとうございます。久々の配信楽しかったです。ちょっと最初は目薬目パサパサだったんですけどごめんなさい。2600人さん、ありがとうございます。あ、0時になっちゃった。バイバイ、ありがとう。